出番だぜ。シュア。楽でいいわな。ご苦労様です。語ってもいいですかな。つまらんのう。Let's go.
この水流はどっち？どうも。そうそう、シーモア老師とユーナ様がご結婚なさると聞きました。素敵なお話ですよね。早くみんなに知らせたいです。誰から聞いた？グアド族からですよ。みんなとっても嬉しそうでした。それちょっと違うな。ユーナは断るつもりだから。本当ですか？がっかりしました。スピラ中が喜びと祝福に湧き返ったでしょうに。ユーナ様によろしくお伝えくださいね。Bye.
さっさと行くわよ。へいへい。ん？どうした？へへへへへへってなんだよ、気持ち悪いな。ここの雷は止むことがない。急いで抜けた方がいい。知ってるけどさ、理屈じゃないんだよ。だってさ、どうする？頼むよ、休んでこうよ。雷はダメなんだよ。休もうよ。ね、お願い。こんなに嫌だって言ってるのにさ。少し疲れました。お部屋はありますか？あ、召喚師様ですね。どうぞあちらを使ってください。ありがとうございます。おい、ユナ。らしくないわね。召喚師が若い娘だとガードするのも大変だな。ユナは休んでいる。邪魔をするな。ユナったら完全に上の空ね。ジスカル様の件。ユーナ、どうしちまったんだろうな。そんなに怖いのか？うん。子供の頃、海で遊んでたら魔物に襲われたんだよ。一緒にいた兄貴が魔法で倒そうとしたけど。兄貴ったら慌てて私に魔法をぶつけてさ、サンダーの魔法でビャ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 って。うひゃー、あの時から雷ダメだ。でも有効な戦法ではあるわね。水中に現れる魔物は魔法攻撃に弱いから。あ、兄貴もそう言ってた。あんたたちも覚えたら。無理みたいね。これはこれは、皆さん、我が旅行講師にようこそ。おや、し、うん、あれ？これを見るも、あれの歯、レオ。ん？うわっ！なに？頼む。な、あのさ、別に用事はなくてさ。ごめん、まずかったよな。あのさ、今のってクワトゾックのジスカルだよな。遺言だったの。息子をよろしく、だって。うん。
息子ってシーモアだろ。よろしくなんて言われても困るよな。ごめんね。あ？何してんだ。ユウナの様子が変だったからさ。マクタわかってるって。そのうち自分で言い出すって。それまで待ってやろうぜ。うわ、痛い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 。わかったわかった、待つから痛い。どんな面倒が起ころうと俺たちはユーナのガードだ。じゃあいつも通り旅を続けようぜ。雷平原はまだ続くから旅の準備忘れないでね。放っておくといつまで回しているな。リュックが良ければ出発しようか。止まらないね。期待していたわけでもあるまい。一生やっていろ。わかったよ。でもそんな言い方しなくたっていいじゃんよ。もっとこう優しく励ますとかさ。それなら私だってその気になるのに。全然わかってないんだもんな、もう。こら、聞いてんの？負けないぞ。ぬぬぬぬぬぬぬ、負けるかっちゅうの。鉄か氷の刃。
まったな。変な顔しやがってよ。どうした？聞いてほしいことがあるの。ここで？もうすぐ終点でしょ。サクサク行っちゃおうよ。今話したいの。あそこで聞こう。嫌な予感だけは当たるんだよな。私結婚する。やっぱりそう来たっすか。どうしてだ。気変わったのか。スピラのために、エボンのために、そうするのが一番いいと思いました。説明になっていない。もしかしてジスカル様のことが関係してるの？あのスピア見せろ。できません。まずシーモア老師と話さねばなりません。本当に申し訳ないのですが、これは個人的な問題です。水くせえな。好きにしろ。すみません。だが今一度聞く。ああ、旅はやめません。ならばよかろう。ちょっと待てよアーロン、旅さえしてればあとはどうでもいいのかよ。その通りだ。真と戦う覚悟さえ捨てなければ、何をしようと召喚士の自由だ。それは召喚士の権利だ。覚悟と引き換えのな。でもなんか、ユナ、
一個だけ質問がある。シーモア老師と話すだけじゃダメなのか？結婚しねえとまずいってか？わからない。でも覚悟は必要なんだと思う。そうか。ユーナ、うるさい。覚悟ばっかりさせてごめんね。いいの、大丈夫。何がごめんねで、何が大丈夫なのか、何が覚悟で、何が権利なのか、よくわからなかった。みんなと考えが離れてしまったような気がして、みんなと離れちゃったら、俺はこのスピラで、一人だ。自分が一人きりなのを感じるのは、辛かった。ともあれ、ひとまずはマカラーニャ寺院を目指す。ユーナはシーマーと会い、好きに話し合えばいい。俺たちガードはその結論を待ち、以降の旅の計画を考える。いいな。どうする？
戦闘に集中して。ユーナのことが気になるか。気にすんなってのが無理だよ。何するつもりなんだ。単純に考えれば、結婚を承諾することを材料にしてシーモアと交渉するつもりなんだろうな。何の交渉。さあな。一人で大丈夫かな。望み薄だな。シーモアの方が役者が上だ。分かってんならさ、何とかしない？ユーナがそれを望んでいない。ああ、それも分からないんだよな。俺たち信用ないのか？逆だな。皆を巻き込まぬよう、一人で解決しようと決意している。うん、そんな感じだ。でもそっちの方が心配するっつうの。話してくれるだけでいいのにさ。それができん娘なのだ。生真面目で思い込みが激しく甘えべただ。よく見てんな。ユーナは分かりやすい。はは、確かに。いつかガードの出番が来る。その時はお前が支えてやれ。遅い。悪い。俺は不思議と落ち着いていた。ユーナの結婚は俺が想像するようなあれやこれやの結婚じゃなくて、そう、旅を続けるためのちょっとした儀式みたいなもの、そういう風に考えられるようになってたからだと思う。まあ、なんていうか諦めの境地ってやつだったのかもしれないけどさ。行こっか、ユナ。